さて、みんな来ましたな。いやいや、ぬいぐるみかい。めっちゃ準備しとったやろ、どう考えても。ゆうせくん。はい。また勝てなっとるから。ゆうせくん。ゆうせくん。僕は外したよ。やらないね、みんなもう、みんなおっさんやから。画面も縦にもなるわ。え、で、いつ？いつの？来月。来月の？予定日は？2日。ああ、2日？流星君。やばいよ。なんで？まあ、ちなみに言うとやけど。しんごくんやばいよ、取り残されとるよ。大輝も LINE 見てるな。もう一回電話しちゃったんじゃん。あれから今彼女おるとかな。あーかもね、うん、でもそこをしつこく電話するのは俺やけど、空気を読んでどうするか考えるのはしんちゃん。おう行くね、行くよね、行くよね、行くよね。大輝君、2回目やから出なあかんかなで出よるんさ。大輝君、電話来たしっていう話しよるだけ。でも大輝いつもこういう時参加してない気がせん。なんかそういえば思えばやけど、確かにうまいことこう、うん、かいくぐっとる言うたらあれやけど、あ、そうやったっけ。あ、なんかそんな感じの話あったな。なんか来たよ、リーダー来たよ。あ、来た大輝、大ちゃん。これ5人だとどうなるやろうね、ほんとに。困りどうなる。こうなった、こうなった。おらんやん。おらん、おらん、おらん。いや、おるよ、下に入ってる。下におるよ、下に。下おる？どこにおる？あ、これやん。映ってないけど。実家行ったおった。あ、これ大輝。あ、これ実家やん。実家やん。え、これ俺、これ入っとる？入っとる、入っとる。時間、朝作っとるよ、だってそりゃ、うん、そんな直前に作れんもん。え、大輝のとこ弁当いくらで売ってんの？ちなみに700円。いいとこやけど、あの魚とか使ってないよ。あの、揚げ物とか、うん、鶏の唐揚げ弁当とか、うん、え、イカのあれいくらやったっけ？あれ2000、3000、4000か。いやー、結構するやね、大きさによって。安買いに行ったらや。結構するね。給付金10万円。だ、旅行行く言うて、沖縄。行くなって、もう。でも、ええね、私はね、テレビ取材来とったけんね。夕方のニュースで。あ、そうなの。私そう。大輝有名人。そう、ちゃっかり映っとったけん。え、大輝映っとった。坊主。映っとった、映っとった。なんで捕まらんの。坊主のイカってやつが。今この裏の顔をそのあれに当てて乗せようや。ゆうせ、寝ていいよ、ゆうせ。うん、ゆうせ、寝ていいよ、ゆうせ。寝よう、ゆうせ。寝よう、ゆうせ。寝ていいよ、ゆうせ。シンゴまだ、ああ、ちゃんと映っとったわ。しんちゃん。うん、何？いや、あんま用はないけど。え、ナースファンディ。火事やん、火事ですやん、もうこれ。もはやね。あ、スピーカーにした方がいいんちゃう？いや、なんか今イヤホンやろ。いや、そう。スピーカーできるんだ。あ、イヤホン、はい、あ、イヤホン、イヤホン。イヤホン抜いたら多分、普通にスピーカーになるわ。イヤホンさせんかったらスピーカーになるわ。ピペローン。ピペローン。イヤホン。そんな仲良かった？めっちゃスピーンやんか。そうでもないと思う。でも、色黒じゃなくなったもん。色は今日久々に庭で日焼けした。オイル塗って。庭でなんか団地に変な態度になるよ。多分近所の人に嫌われそうと思う。そうそう。好かれてはない。庭はまずい。せめてベランダ。じゃあみんなまた火曜日に。バイバイ。そうやね。バイバイ。ゆうせ、おやすみ。
おやすみ。